初めての人たちだったら、あんまりその意識ってないでしょ。自分の姿勢とか、第三者がからどういう形に見えてるかとか、考えないでしょ。で、最近よく思うのは、日本の人って、お辞儀の文化ってあるじゃないですか。で、人の前でちょっとこう、控えめにする、まあ気持ちがあるから、それが仕草にも出るんですよね。だからこういう人多いんですよ。で、首が前に出てしまって、で、背中丸まって、肩内側入って、っていう人すごく多いと思うんですね。これは、大人になればなるほど。で、それがきっと、その胸が開く感覚とか、肩甲骨を支える感じとか、を教えてくれると思います。最初きついと思います。運動してなかったら。そういうのも面白いと思いますよ。あれ最初こんな感覚だったのに、あ、今これ着ると気持ちよくなってきたなっていうところまで持っていけたら、それは続いている証拠でしょうね。あとはやっぱ気分が全然変わりますから、スイッチポーンって入りますよ。やっぱそういう気分って運動するときって大事なんで、それは仕事から帰ってきてとか、自分でスイッチを設けるっていうテクニックはすごく大切なことだと思うんですよね。僕が意識してきた骨盤の動きとか肩甲骨とか、まさにそこへのアプローチですから。これは最初は2000年ですかね。その時はスパッツだったんですけど、今まで僕らがユニフォームの下に履くのって、あのスライディングパンツ、モコモコしたあの感覚しかなかったので、それは衝撃でしたよ。あの骨盤とか股関節を、あ、こうやって支えてくれるんだって。今まではもうただここがずるむけないように、そういうコンセプトですからね、スライディングパンツって。それは見え方、考え方も変わりましたかね。まあ僕はもう常にそれをプロショートっていうのを身につけてるんで、運動するときはもうその形になってるんですね、僕の体そのものが。でも僕の体がおかしくなってくれば、多分あ違うよって教えてくれるんですよ。あとはまあサイズ感も大事ですよね。で、僕はこのスパッツの下にこのプロショートって言って、実はこれが肝っていうのもあるんですよ。まあ、これもまさに骨盤股関節を支えてくれてるんですけど、これまあ見えないから知らない人も多いと思うんですけど、これが僕は途中いつぐらいからかな、スライディングパンツの下にこれ履いてたんです。でも、もうこれだけになったんですよ、途中から。だからユニフォームのパンツの下もこれなんですよ。はい。もう、僕にとってはこれも武器の一つ。もうバット、グラブと同じようにもなくてはならない存在でしたから、もう単なる下着じゃないんですよ。